加藤六月は、日本の政治家。衆議院議員、国土庁長官、北海道開発庁長官、農林水産大臣を歴任。岡山県笠岡市出身。陸軍士官学校を経て1947年に、旧正姫路高等学校を卒業。姫路校卒業後は、笠岡市内の中学校、高等学校の教諭を務めた。日教祖活動に熱中し、 1949年には、岡山県教祖ダグニシ部書記長に就任した。また青年団運動にも取り組んでいたが、国民共同党への接触を深める中で、1950年、後に衆議院議長となる、星島次郎と知り合い、秘書として仕えた。1967年に自由民主党公認で、 新太郎の後継者として、旧岡山2区から立候補し初当選。旧岡山2区には佐藤派の橋本隆太郎もおり、この二人の激しい選挙戦は、六流戦争と呼ばれており、小選挙区制が導入されて、以降も岡山4区で直接対決をし、ライバル関係にあった。加藤の娘婿で、後継者である、加藤勝信は橋本派が代替わりした。 津島派に属した。1972年の第一次、田中角栄内閣では、運輸政務次官に就任したが、この期間に起こった、ロッキード事件に関与したとされ、後に、灰色交換の一人と名指しされた。そのため初入閣は遅れ、衆議院大倉委員長を経て1982年に、第一次、中曽根内閣で、ようやく国土庁長官権。 北海道開発庁長官として入閣を果たした。その後、党税制調査会長に就任し、税制改革大綱をまとめ上げ、1986年には、第三次、中曽根内閣で、農林水産大臣として二度目の入閣。運輸、農水、税制関係のエキスパートとして影響力を発揮した。自民党では福田ーベ派に属し、当選同期の塩川、 一騎下の森吉郎、二騎下の三塚博士と共に安倍派四天皇と称された。中でも安倍晋太郎の信頼が一番厚かったのが加藤で安倍の代理として党内各派との調整役なども任されていた。また、三塚とは同じ運輸族であり、事件の影響で加藤が出遅れる間に三塚が力をつけてきたことからライバル意識が強かった。 1988年、リクルート事件が起こった際には、安否高原リゾート開発の保安林指定会場をめぐっての政治工作疑惑が浮上した。政宅と保安林会場の時期で、辻妻が合わない点が出てきたことで、受託収賄罪での立件が見送られたが、秘書と支持団体幹部が、政治資金規正法違反で、略式起訴となったため一時禁止となる。 1990年に自民党政調会長に就任。この時幹事長の小沢一郎、総務会長の西岡武雄、首相の海府都市記と個人的な連携を深めた。1991年に安倍が死去した後、安倍派の後継をめぐって三塚と激しく対立した。この内紛は36戦争と呼ばれた。結果は安倍派座長の長谷川春の最低で、 三塚が後継者となり、後に、加藤は三塚派を除名された。加藤はこれを不服として、派閥の総会に乗り込んだが、小泉純一郎に追い返された。同年10月、田辺正美、山岡健治、水田、小賀一世、倉田博之らと新しく聖魔会を結成したが、党内最小グループで影響力は保てなかった。1993年7月の、 第40回衆議院議員総選挙直後に、田辺、山岡、吹きたら加藤グループの一部を引き連れて、自民党を離党した。無所属を経て1994年4月、新政党に参加し、羽田勤を主犯とした羽田内閣では、再度農水大臣に就任した。その後は、新進党、自由党で小沢と行動を共にする。 1996年第41回衆議院議員総選挙で、新進党は原則として、重複立候補認めていなかったが、加藤は岡山4区で、自民党総裁、内閣総理大臣、橋本龍太郎と戦う保険に、上位優遇され公明党出身の、現職貝沼次郎が割を食って事件落選した貝沼は、引退に追い込まれた。 1997年の新進党分党で小沢自由党、さらに小沢の連立離脱に反発し、保守党結成に参加し、総務会長。1999年、君一党局実大受賞を受賞。2000年の第42回衆議院議員総選挙には立候補せず、政界から引退した。2006年2月28日、心不全のため、 東京女子医科大学病院で死去。79歳遺没。葬儀委員長は、安倍の次男である、安倍晋三内閣官房長官が務めた。兄は、参議院議員、岡山県知事を務めた、加藤武則、おいは、元参議院議員の加藤のり文長女は、都市経済研究科で、産業遺産情報センター所長、元内閣官房参与の加藤康子。 自民党衆議院議員で安倍内閣では厚生労働大臣を務め菅義偉内閣で内閣官房長官を務めた加藤勝信は娘婿。武徳気分。安子、六月、近子。勝信、ありがとうございます。